ボンジュー、ジマペールユキ。皆さんこんにちは、浅井ユキです。さあ今日も配信をしていきたいと思いますが、いつも皆さん、私の動画を見ていただいて誠にありがとうございます。少しずつですね、皆さんからのいいねボタンでしたり、チャンネル登録者数もね、少し、増えてきております。引き続き、頑張っていきますのでよろしくお願いします。これを見ていただいている方で、まだチャンネル登録、そしてね、いいねボタンを押されてない方はね、ぜひですね、ご協力いただければと思います。さあですね、今日はお話ししていきたいところは、私今フランスに来てるんですが、皆さんこれからね、海外に留学をしていきたいと考えた時に、やはりですね、まあ、現地での生活ってすごい不安だと思うんですよね。特にですね、どういったところに住むかっていうのはとてもまあ気になるところだと思います。でこれから先皆さんが留学を考えた際に、まあ住まいですね、考えた際に、選択肢として挙げられるのは3つだと思います。1つ目が一人暮らしですね。で2つ目がホストファミリーの制度を導入する。3つ目がシェアハウスですね。でまあ大体の方が、まあ、いきなり来てシェアハウスって結構、まあ怖いじゃないですけど、まあ、少し勇気がいると言いますか、まあ、知らない人とのいきなりの共同生活なので、なかなかこう選ぶ人はいないかなと思います。でなので大体一人暮らしなのか、ホストファミリーなのかというところで、まあ、2択になってくるのかなとは思います。もちろんね、現地の生活になってから、そういったシェアハウスに、まあ、変更される方もいるとは思いますが、まず初めにはね、やっぱそういったところで選ばれるのかなというふうに考えております。でその中で今回お伝えしたいのは、ぜひですね、ホストファミリーを選んでいただければと思います。はい、ということで、まず初めに結論を述べましたが、ぜひですね、これから初めて留学するという方に関しては、このホストファミリー制度を、使用した方がいいかなと私は強く思います。ホストファミリー制度というのは、よくですね、こうご年配の、ね、夫婦がご自身のお子様がもう社会人となられて、今まで使っている家などの部屋が余ったスペースで、まあ、そういった、ね、留学生を招いて、まあ、一緒に生活をしていく。その中で、まあ、もちろん、料理もご飯ですね、も提供していただけるというような、そんな制度ですね。でこれがですね、私今トゥールに住んでるんですけど、トゥールでの平均的な、まあ、まあ1ヶ月のね、金額がだいたい800ユーロですね。フランスで800ユーロなので、だいたい、まあ、まあいろいろね変わりますが、10万ちょっとですかね。はい、これがですね、週ごとで週200ユーロですね。なので1ヶ月だいたい4週間あって、だいたい800ユーロというような計算ですね。でこれがまあもちろんね、一人暮らしをするってなると、もう少し安くコストを抑えられるのかなと、実際私はもう来た時からずっと一人暮らしなので、一人暮らしの感覚というのは、まあ、すごくわかるんですから、まあ、大体ですね、同じツールで計算すると、まあ、大体一部屋の家賃が500前後、それではもろもろあと食費ですね、いろいろ入れて、もちろん交際費でしたり、いろんな、まあ、金額を入れて、大体おそらく、まあ、1000ユーロ以内には収められるのかなというふうに考えて、まあ、500ぐらいが家賃で、もう500が生活費というような感じになるかなと思います。まあ、これはね、まあ、いろいろ個人差あると思うんですが、普通にやっていけば、大体そのぐらいになるかなと思います。で、まあ、じゃあもしかしたら一人暮らしの方が高いじゃないですかと思うと思うんですけど、実はその、まあ、ホストファミリーの方は800ユーロですけど、まあ、そこにもちろん食費も入ってきてるんですが、まあ、もちろんね、800ユーロで1ヶ月収まるわけがないんですよね。やはり外での会食、まあ、食事をすることもありますし、なんだかんだ重ねていくと、優にやっぱ1000ユーロは超えてくるというところですね。があるので、私は、まあ、ちょっとですね、一人暮らしの方が安く住めるっていう部分ももちろんあるんですが、それを踏まえてもやはり、まあ、最初の方はホストファミリーを選ぶ方がいいかなと思います。少し割高にはなるんですが、ホストファミリーを選ばれた方が良いと思います。その理由としては、まあ、いくつかあるんですが、まあ、一番強く挙げられるのがやはり語学においてですね、語学面において、やはり、ホストファミリーとの食事の中でする会話でしたり、その何気ない会話から得られるこう知識というのは、まあ、膨大なものがあります。やはり一人暮らしですとね、家に帰ってきてしまうと、まあ、誰もいない、空間です。もうそれは、まあ、私の場合です、日本とそれほど変わらない。
外に出てる時はフランス語を聞こえる、学校に行ってる時はフランス語を喋ることができる。ただですね、大半を過ごすこの部屋の中ではフランス語を、使うことができない。そういった状況でか、もしくはホストファミリー制度で、少し割高にはなるとは思うんですけど、家に帰ってからもフランス語を使う機会があると。それはやはり大きなね、これ1日だけで考えるとそこまで差はないんですが、それが1ヶ月、3ヶ月、半年と変わっていくと、やはりですね、その差はね、大きな差になってきます。そのどれだけやはり語学というのは、学んだものをアウトプットするか、インプットしたものをアウトプットするかが、やはり語学の成長に、結びついてくると思いますので、そこを考えたところでね、やはりホストファミリーを選ばれるのが良いかなと思います。やはりね、もちろんね、ホストファミリーを選ぶといっても、このホストファミリーとの関係性でしたり、ちょっとね、気を使うところでしたり、そういったね、ストレスはもちろんね、ゼロではありません。一人暮らしの方がもちろん楽です。いろいろルールがね、ホストファミリーの中であったりもするので、大変な部分ももちろんあるんですが、それを踏まえても、やはり私たちはね、今回語学を学びに来ているという身であるならば、やはりですね、そういった、学びの場を得れる、そういった制度、ホストファミリーを選択するのが私はいいんじゃないかなと思っております。これは私がもう実際に感じた、ところもあります。私は本当にやっぱりこうね、コスト面を結構考えて、最初から一人暮らしを選んで、今これだけ半年経って、フランスに来て半年以上経っていますが、やはりですね、その、周りにいるホストファミリーとのを使用している、学生さんと比べると、やはりこう、自分なりにこう、語学を話す量が少ないんじゃないかなというふうに感じる、シーンは、たくさんあります。あとですね、またこれはね、私の経験ではないんですが、もともとホストファミリーを、暮らしてきて、ちょうどね、ある時期だったので、じゃあ一人暮らしに切り替えようという生徒もですね、やはりこう一人暮らしに切り替えた瞬間、極端にやはりこうフランス語をね、喋る量が減ってしまったというふうな、ことを伺ったことも、何度もありますので、やはりですね、語学を学びに来ている、語学を喋りたいと思ったら、やはりですね、ホストファミリー制度、ホストファミリーの、システムを使った方が良いかなと私は思います。ですので、ね、これは本当に実体験からのお話なので、皆さんね、ぜひ参考にしていただければと思います。ただですね、一人暮らしがもうダメかというと、そういうわけではありません。一人暮らしでも、帰ってきてからいろんな、テレビでしたり、YouTube でしたり、いろんなものがあります。で、またね、声に出して発音することは一人でもできる。そういったね、ことはもちろんあるので、一概に一人暮らしがダメかというわけではないんですが、やはりこうね、一人でやるより、やっぱり1対1誰かとやった会話の方が、やはりね、ミスも修正するのも早いですし、やっぱフランス人とこう会話できるという貴重なね、機会をね、得れるのは、やはりそういったね、そういった方と一緒に過ごされるのが良いかなと思いますので、ぜひ、これも参考にいただければ、していただければと思います。ということでですね、今日も、動画の配信をさせていただきましたが、もしですね、何か私の動画を見ている中で、何か気になることでしたり、これどうなんですかということがもしあればですね、ぜひぜひね、コメント欄に、記入いただいて、そういったね、ご意見あれば、私もすぐ答えていきたいなと思っておりますので、ぜひ、お気軽にご記入いただければと思います。はい。それではですね、今回の動画は以上となります。また次の動画で会いましょう。今日話すことは、私がフランスに来て思った、これやばいなということを3つですね、いろいろあった中で、3つ絞らせていただいて、お話しさせていただければと思います。今日やりたいことは、フランスにこう、留学でしたり、駐在でしたり、そういった形で、長期的にフランスに滞在するという方に向けてなんですけど、これを持ってきた方がいいっていうのは、ちょっとぜひね、お伝えさせていただければと思っております。